全国1億2000万人のアラジンストーブファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はアラジンストーブレストア第2弾磨き編ですね。いきなり8倍速ですが、このくらい倍速にしていかないと今日の動画は終わりません。まずは底板定番を磨きます。320番の研磨パッドや鉄のヤスリを使って磨いていきます。細かい部分とかはスクレーパーも使ってますね。今回のレストアでは再塗装、塗装し直したりするということは考えてません。再塗装したりしちゃうと、この風合いっていうかレトロ感っていうか、そういうものがなくなっちゃいますから、錆を落として磨いたらウレタンクリアを拭いて仕上げたいと思ってます。これはアラジン J38 の特徴なんですが、このゴテゴテと注意書きが書かれた底板、さすが日本製。こういうところも個人的に気に入ってます。日本製と聞いて、なんでアラジンストーブが日本製なのって思われる方もいらっしゃるでしょうから、ここでアラジン J38 シリーズについてちょっとだけ解説したいと思います。アラジンストーブの J38 シリーズは1975年に販売開始されました。それまでの37型はイギリスから部品を取り寄せて国内で組み立て製造していたんですが、この J38 型からは国内生産、芯以外の部品は全て国内で製造され、国内で組み立てられています。なので型式の前に J、 日本のローカルを示す J が付けられているわけですね。特徴としては、遮蔽式と芯硬化式の2つの耐震消火装置が設けられています。他にもステンレス製の二重タンク、1976年には芯の繰り出し機構も採用されました。芯硬化式の耐震消火装置とステンレス製の二重タンクは当時の JIS 規格、日本工業規格に適合させるため採用されたものです。発売された当時はとても評判が良かったらしいですが、今現在この J38 シリーズはあまり人気がありません。なぜかというと、本体の周りに付けられたこの耐震消火装置、結構いろんな部品がゴテゴテとついてるわけです。これがアラジンストーブのシンプルでレトロなイメージを台無しにしてるって思われる方が多いようです。でも私はこの J38 型が一番好きですね。レトロでおしゃれな外観にそぐわないこの耐震装置が70年代を彷彿とさせるじゃないですか。いかにも高度経済成長期の製品って感じがします。歴代のアラジンブルーフレームの中でも最も複雑な機構っていうのもこの J38 がお気に入りの理由です。なんかレストアのしがいがありますよね。組めなかったらどうしよう。定番磨きの作業も研磨パッドからいつの間にかコンパウンドに移行してますね。私が使ってるコンパウンドはピカールのラビングコンパウンドというものです。金属磨きのピカールよりも目が粗いですね。そこまで鏡面仕上げをするものではない限り、このコンパウンドで十分です。値段も安いですしね、1缶300円以下で買えます。インスタには載せたんですが、最初はこの手袋をしないで磨いてたんですよ。芯の外灯とか内円板とかを磨いてたんですが、もう指紋がなくなっちゃうかと思いました。結構磨くのも大変です。全部で3日ぐらい磨いてましたかね。そこまで綺麗にしなくてもいいとは思うんですが、このアラジンストーブに関しては本当にちょっとね、磨いて
綺麗にしたかったんです。私の手元にはこの J38 のアラジンストーブが2台あるんですが、レストア後の嫁ぎ先はもう決まってます。1台は近所のお家、近所のお家の旦那さんが、うちはオール電化なんで停電時のために石油ストーブが1台欲しいななんて言ってたんですよね。それだったらアラジンストーブが2台あるから1台あげるよ、直したら1台あげますなんてお話ししたんです。まあ1台あげちゃってもね、もう1台ありますから、もう1台の方自分が使えばいいかななんて思ったら、今度はうちの娘さんが1台欲しいということになりまして、結局私の手元には1台も残らないんですわ。もちろん差し上げるってお話ですから、お金なんて1円もいただきません。まあ私にとっちゃ動画のネタができるだけで十分なんですけどね。余談ですが、このアラジンストーブのレストアが終わったら、以前ちょっと修理動画を上げたレインボーストーブ、豊臣レインボー RB さんをもう一回磨き直したいと思ってます。ちょっとね、動画を焦って作りすぎちゃって中途半端な部分があったので、もう一回やり直したいと思ってます。やっぱり動画ってきちんと落ち着いて作らないとダメですよね。どうしても投稿回数を増やしたくて焦っちゃうんですよね。そういう部分も今後の動画作りの課題かななんて思ってます。長谷川平蔵さんも言ってますしね、急ぎ働きはダメだって。火付け盗賊改め方、長谷川平蔵である。者ども神妙に幕につけなんてね。コンパウンドで磨いても磨ききれない部分はもう一度研磨パッドを使ってます。この研磨パッドは600番くらいのものですね。こうやってコンパウンドで磨いたり、その後また研磨パッドを使ったり、そしてまたコンパウンドで仕上げたりすれば、より綺麗な仕上がりになると思います。底板はだいぶ綺麗になってきましたね。ここまで来ると終わりが見えてきます。錆びてた部分は赤錆が見えなくなるまで研磨パッドやコンパウンドでこすって、錆が黒くなってる部分まで剥がして、その後先ほどもお話ししましたがウレタンクリアを拭きたいと思ってます。はい、 OK 牧場。続いてタンクを洗います。マジックリンです。タンクはステンレス製なので錆びる心配はありません。 J38 型以前の37型まではタンクは真鍮製だったようですね。ですが真鍮をハンダ溶接したものは JIS 規格に適合しなかったため、この J38 型からステンレス製の二重タンクになってます。このアラジンストーブは社外品でガラス製のチムニーが販売されてますが、ガラス製のチムニーをつけるのでしたら、このステンレスタンクの塗装を剥がして鏡面仕上げにしちまうっていうのも面白いかもしれません。まあ私はそこまで意識高い系の人間ではないので、普通の仕上げで十分なんですけどね。このタンクに関しては洗浄した後、まあもちろん磨くんですが、磨いた後ウレタンクリアは拭きません。ステンレスですから錆びる心配ありませんからね。このアラジンストーブっていう製品をよくよく見て思うんですが、この色、ターコイズブルーっていうんですかね、この色のセンスって日本人にはないものですよね。日本人なら、まあ暖房機器、石油ストーブですから茶色とかベージュとかそんな感じになっちゃうんだと思います。このアラジンストーブは今レストアしているスタンダードがこのターコイズブルー、そしてデラックスはクリーム色なんですよね。こ
この色はかっこいいです。両方とも。続いて清流板を洗浄します。分解編の動画でもお話ししましたが、この清流板がアラジンブルーフレームの肝です。これを取り付けないと青い炎にはなりません。そう考えると、こういうの考えた人ってすごいですよね。アラジンストーブの発祥は米国アラジン社の石油ランプ、青い炎の石油ランプが発祥ということですが、その石油ランプもこんな清流板がついてたんですかね。なんて言っている間にもうフレームを洗い始めちゃってますね。このフレームはもう磨いてあります。磨いた後こうやって洗ってからウレタンクリアを拭きます。てかこの動画今11分経過してるんですが、8倍速ですから88分、もうこんなことやってるわけですよね。まあ、カットしてない部分も含めると多分2時間以上やってると思います。もうどうなんでしょう。続いてチムニーを洗います。このチムニーですが、内側が結構錆びてるんですよね。このチムニーの内側を磨いて黒い耐熱スプレーを吹いておくと、マイカから見えるブルーフレームがより引き立つと思います。まあ今回そこまでやってません。っていうか後から気づいたんで。洗浄し終わったタンクはヒートガンで温めて水分をすべて蒸発させましょう。もうね、結構寒いんですよ。ほら、蒸気が出てるの分かりますよね。結構寒いです。てか今年急に寒くなりましたよね。日本海側の地域とか雪がすごいみたいですもんね。でも石油ストーブが1台あれば安心です。まあ石油がなきゃダメですけどね。ここでアラジンストーブの歴史に戻りますが、アラジンストーブは1957年に株式会社柳瀬が輸入代理店として販売を開始しました。柳瀬といえばメルセデスベンツの輸入販売代理店、正規代理店として有名でしたよね。その株式会社柳瀬ですが、創業者の柳瀬長太郎さんはなんと群馬県の出身だったんですね。私の生まれ育った群馬県も大したもんですよ。まあそんなこんなでタンクを磨き始めてます。タンクはステンレス製ですから錆びてませんので、まあこういうね、鉄の部分が接しているところはちょっと錆が映っちゃってますが、基本的に錆びませんので、研磨パッドとかは使わずコンパウンドだけで仕上げていきます。これなんですわ。左上にもう1台のタンクが見えてますが、2台同時に並行してやってるので時間がかかったんですよ。1台だけだったら磨きにそうですね、1日半ぐらいあればまあだいたい仕上がるんですけど、2台もあると、まあ先ほども言いましたが3日以上かかってますかね。まあ、休みの日しかできないんで、まあ、平日の夜やればいいっていう話なんですけど、まあ、夜はねちょっとお酒とか飲んじゃいますから、そんな気分にもなれませんので、休日に作業してます。てかこの石油ストーブのレストアって楽しいです。私のチャンネルってまああれもこれもっていうことであんまりテーマが定まってないんですが、これからはちょっと冬場は石油ストーブレストアをメインにやっていきたいと思いますね。構造自体もそれほど複雑ではないですし、今回のアラジンは割とお高めなものですが、普通の石油ストーブでしたらそれほど高いものでもないですし、ジャンク品だったらなおさら安く手に入りますしね。
直し終わって火をつけた時の達成感が楽しいです。今後はランクルと DIY と石油ストーブ、あとはちょっとしたオートバイとか、まあ簡単な DIY とかメインでやっていきたいと思ってます。まああとね、フィルムカメラも。そんなこと言ってると全然テーマ定まってねえじゃんっつう話なんですけどねあーもう何喋っていいんだか分かんなくなってきちゃいましたよ。こう考えると私の会話のボキャブラリーも大したことないですよね。55歳にしてこんなもんですから、大した人間ではありません。おっと、いかんいかん、これからはなるべく自己否定はせずに生きていこうってこの間決めたばっかりなんですわこう見えても私結構悩むタイプなんです。若い頃はマジで世界中の悩み一人で背負ってましたからね。当時は何も言えなくて夏男と呼ばれてましたこうやって一人でストーブをシコシコ磨いてるくらいが一番楽しいです。タンク磨きももうすぐ終わりそうですね。っていうかこちらの部分、この芯が当たる部分なんですが、この部分もきちんと磨いてきれいにしておいた方がいいと思います。ここをきちんと磨いておくと芯を上げたり下げたりするのがスムーズになると思います。今は320番の研磨パッドで磨いてますが、600番ぐらいで仕上げておけば十分だと思います。こうしてみると磨くだけで46年前のものが綺麗になっちゃうんですから、すごいですよね。大事に使えば一生ものってことですね。古いものが全ていいとも思いませんし、新しいものが最高とも思いませんが、こういうものって大事にしていきたいですよね。
だいぶ綺麗になってきましたね。この後600番の研磨パッドで仕上げたんですが、その様子は映像にはありません。飽きちゃいますからね。早送り動画見せられても、ていうか十分飽きちゃってます。ごめんなさい。続いてチムニーですね。チムニーはホーロー仕上げなので、研磨パッドは使わずコンパウンドのみで仕上げます。結構分解した時はボロボロだったんですが、磨くと綺麗になりますよね。素晴らしいです。さっき洗ったフレームですが、磨き残したところがあったので、もう一回コンパウンドで磨きます。磨いた後はもう一回洗ってウレタンクリアを拭きます。いいんです、気の済むまでやればいいんです。それがプライベーターの醍醐味ってやつです。最後はメッキ部分の仕上げですね。磨き作業も終わりが見えてきました。こういう部品も磨いたらきちんと水洗いしましょう。じゃないと組んでストーブを燃焼させた時に変な匂いが出ちゃいますからね。私が使うものだったら別にそんなの気にしないんですけど、まあ人様に差し上げるものですから、せめてもの心遣いです。今回の動画のサムネはこの部分ですね。このステンレス製の筒に芯がつきます。てか芯も結構高いんですよね。3000円近くしました、アマゾンで。さすがアラジン、恐るべし。この鉄製のメッキパーツは錆取り液の中に浸しておきました。トイレ用洗剤のサンポールとかでもいいらしいんですけど、今の錆取り剤って環境に優しいものも出てますよね。マジで数時間つけておくだけで錆が落ちるのでおすすめです。イカ耳も2台分なので8本あります。イカなのに8本なんて。てか足じゃないんだからさ。メッキ部分のサビは、まあ、サビ取り剤につけておいたんですが、まあ、それでも落ちないサビはコンパウンドよりも研磨パッドの方がよく落ちるような気がします。その辺はいろいろ使い分けてみるのもいいですよね。
いやー、今回アラジンストーブ2台磨きました。結構時間かかりました。大変だったでもね、綺麗になれば気分もいいです。この後、組み立て編、そして燃焼編と続くんですが、石油ストーブのレストはマジで面白いですよ。 DIY 好きの人にはマジでおすすめします。今後はフィルムカメラじゃなくて石油ストーブのコレクションが増えちゃいそうで、マジで怖いです。まあね、これはこれでいいんですよ。完全に趣味ですからそれでは皆さん、またねー。